アイテム番号 SCP-351JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-351JP の2カ所の侵入口には封鎖と施錠を施した上で一般的な警備システムを備えます。侵入者があった場合には管轄サイトから警備会社を装った財団職員を派遣し、無力化と記憶処理を行い、解放します。SCP-351JP 内部は監視カメラによるモニタリングを行います。SCP-351JP 1の活性化中は照明を遠隔操作で消灯することで壁面を見えにくくします。活性化中にモニタリングしている財団職員は SCP-351JP1の創作物について言及してはいけません。創作物及び SCP-351JP 1の活動は録画映像として保管されます。閲覧を希望する場合には研究チームに請求してください。SCP-351JP 1の活性化サイクルが変化した場合には研究主任へ報告してください。説明。SCP-351JP は高速道路。道の、インターチェンジ付近にある歩行者、自転車用の地下通路です。SCP-351JP 内部の、方面側寄りには照明管理用の配電盤室に通じる扉が一つ存在しており、一定周期でその扉が開き、人型の実体、SCP-351JP-1 が一人出現します。SCP-351JP-1 は成人した人と同程度の体躯を持つ実体です。対象はフードのついた長袖のパーカーと長ズボン。フォ布を用いた衛生マスクを着用しており、それらすべては白色で統一されています。財団収容下においては着用物の増減や変化は確認されていません。また毛髪をはじめとした体毛が存在せず、測定された体重が 10.0kg を上回ったことはありません。骨格はモンゴロイドの特徴を持ちますが、皮膚色はコーカソイドの特徴を持ったため明確な人種区分は不明です。SCP-351JP-1 は出現時に 300ml サイズの塗料入りスプレー缶一つを所持しており、SCP-351JP 内での活動はそれを用いた、創作活動に当てられます。創作活動、は SCP-351JP の壁面にストリートアートを描くという形で行われます。創作物のモチーフとしては主に、地獄、死神、が用いられ、これら以外を描く場合には粗雑かつ乱暴に描く傾向が見られます。創作活動の作品は単色ではなく複数色が用いられますが、スプレー缶を持ち替えた事例はなく、塗料の噴射を止めることによって色を切り替えることが可能です。また、塗り重ねを繰り返されているのもかかわらず、SCP-351JP の壁面の塗料の厚みには増加が確認されていません。壁面以外に吹き付けられた塗料は即座に消え失せ、もしくは色を持たない状態になります。作品を一つか二つを3時間程度かけて作成した後、SCP-351JP-1 は作品を元の壁の色で塗りつぶして消去し、出現した扉の敷居をまたぎ、一人でに閉じた扉の向こうで消失します。消失後の SCP-351JP-1 の行方を追う試みはすべて失敗しています。創作活動中の SCP-351JP-1 にスプレー缶を手放させる形での阻害を行う、あるいは完成した作品への罵倒を行った場合、SCP-351JP-1 はそれらを行った対象を見つめながら、指を用いて作品に被らない形でその直後から1週間以内の日付を西暦形式で記入します。この時、指にインクなどの付着は見られないにもかかわらず必ず黒色で描かれます。書かれた日付は数秒程度で消失し、SCP-351JP-1 はパーカーの全部ポケットから新たなスプレー缶を取り出し、再開します。機材、装置を用いていった場合、阻害の場合はその操縦者が対象となります。
罵倒の場合には発言者が対象になりますが、記録映像の再生では対象になりません。日付を記入された対象はその日付に死亡します。書かれた日付のいずれかの時間、突発的な事件、事故に巻き込まれる、あるいは突然死という形で死亡します。事件、事故の場合には生存する場合もありますが、同日中に必ず突然死に帰結します。この突然死には医学的に不審な点は発見されません。すべての死亡事例の観測結果は現実改変を否定しています。 SCP-351-JP 一を収容施設へ移動させる試みは、接触者を立っていられないほどの脱力感が襲うため不可能です。この性質は機材装置を用いたとしても操縦者に影響が及ぶため現地で収容されています。また SCP-351-JP の立地環境の問題から、破壊実験に関しても十分な装備の利用が困難であるため見送られています。以上のような特性を持つ一方で、 SCP-351-JP 一は外部からの刺激に対してはそちらを数秒間見つめる以上の反応を返すことはありません。ほい、以下は収容プロトコルに、モニタリング中における創作物への言及の禁止を組み込むきっかけになった事案です。目的、SCP-351-JP-1 の創作物の初回評価、様式の特定や類型他作品との比較評価などを目的としている。評価者、エージェント、以下、エージェントと表記、博士、当該記録は SCP-351-JP-1 の創作物の初回評価記録です。エージェント、以下、エージェントと表記。ハストリートアート、グラフィティに深い造形を持ったため、研究チーム外部から招致されました。創作物への評価を述べる際の注意点について十分に説明を受けていたことに留意してください。再生開始、2000年月。日、SCP-351-JP-1 が SCP-351-JP 内に出現、創作活動を開始。エージェント、お、やっこさん始めましたね。描き始めを見ながら、なるほど、こいつは手慣れてますな。博士、先ほども忠告したが、機材越しでも特異性は発揮されるんだ。うっかり口を滑らせないでくれよ。そのために報告書も、創作活動、で統一しているのだから。エージェント、わかってますよ。私だって死にたくないですからね。しかしまあ、日本でこんなに腕のある奴は久しぶりに見ましたよ。以降、62分間、エージェントと、博士で評論を述べながらモニタリングが継続される。エージェント、出来上がってくるとやっぱり腕が良いのがわかりますね。これは作品として切り取ってもそこそこ値がつきますよ。博士、そこまでかね。エージェント、私に任せてくれれば5、7桁に乗せますよ。その価値がある。直後、SCP-351-JP-1 が監視カメラを中止する。エージェント、うん。博士、周囲の研究スタッフに向けて、おい、私たち二人以外で何か言ったか。SCP-351-JP-1 が壁面に日付を記入、2200年月日と読める。博士が評価の中止を宣言。再生終了。終了報告書、直後からエージェント、博士を1週間にわたって任務から外し、監視下に置きましたが、死亡の要因となり得る出来事は発生しませんでした。監視はさらに1週間継続されましたが、成果はありませんでした。リョーナは職務に復帰しています。追記、2200年月、エージェント、パサイト、81。にて複数の SCP オブジェクトの同時収容違反に巻き込まれ死死喪失。脳に損傷を負い、自発呼吸はしているものの外部刺激に反応を示すことができなくなりました。このため財団倫理委員会の承認のもと、
投薬による終了が認められましたが、規定量の投与を超えてなお、自発呼吸は継続されました。このため SCP-351-JP-1 に日付を記入された人物は、その日付に必ず死亡する、のではなく、その日付まで死亡することがない、可能性が指摘され、後の実験で実証されました。エージェント、は現在も医療保護下に置かれており、終了方法について模索されています。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。